フランス現代思想は、第一次世界大戦前後から始まる20世紀、フランスの哲学ないし思想のこと。19世紀以降のフランスとドイツを中心とする大陸哲学の流れの中で、20世紀以降のフランスにおける大陸哲学研究、現代思想を特筆する際に、このフランス現代思想の語が用いられる。マルクス主義、フリードリヒニーチェや、 ジークムントフロイトラのドイツの近代理性批判、エトムントフッサールやマルティン・ハイデガーの現象学、フェルギナンド・ソシュールの記号学や言語哲学などが流れ込んでいる。デカルト、コントはフランスの哲学的伝統の祖である。クザン・フランスにはデカルトに橋を発する大陸合理主義、啓蒙主義の哲学的伝統がある。これらは知識、信念、科学とは何か。 合理的に知識を得ることとは、という認識論的な問題意識を有する。18世紀には、ディドロや、ルソーラの啓蒙主義が流星し、イギリス経験論から影響を受けるも単純な、経験主義は拒否した。抽象的な定義から始まりこれを演劇するという、ドイツ哲学のような態度とも異なり、理性について歴史的に考察する。19世紀にオーギュスト・コントが、大陸合理主義、 啓蒙主義の伝統を引き継ぐ実証主義と社会学を創出した一方を、メーヌド、ヴィラン、ビクトルクザン、フェリックス・ラベッソンらがスピリチュアリスム哲学を形成した。フランス現代思想においては、実存主義、構造主義、ポスト構造主義という大きい、華やかな流れの知名度が高いが、このような流れとは別に19世紀から、 哲学的伝統を受け継いだ他方の堅実な流れ、エピステモロジーやフランス反省哲学があるということも、眼下されてはならない。また、フランスは国教会のあるイギリスとも宗教改革の中心となったドイツと異なり、現代でもカトリックの思想的影響が見られる。カトリシズムとフランススピリチュアリスムの哲学的伝統の関係は、複雑である。 このようなカトリックの伝統との関係において、19世紀以降のシントマス主義の交流も見て取らねばならない。ベルクソン・ベルクソンは、フランス哲学の伝統の実証主義とスピリチュアリスムを、承継した。ハーバート・スペンサーの社会進化論から出発し、物質と記憶において、デカルト的コギとの想定によって発生する、哲学上の難問進進問題に取り組み、 物質と表彰の中間的存在として、イマージュという概念を用いつつ、心と体を持続の緊張と主観の両極に位置するものとして捉え、その双方が持続の立動を通じて相互に関わり合うことを論じた。その上でベルクソンは考察を生命論の方向へとさらに推し進め、1907年に創造的進化を発表する。本書は、 意識の持続の考え方を広く生命全体、宇宙全体にまで推し進め、生命の進化を推し進める根源的な力が生の飛躍であるとしたのである。ここに、フランスの哲学的伝統の一つ、フランススピリチュアリスムと実証主義の結合を見ることができる。他方で、ベルクソンの生の哲学は、フランス実存主義の先駆とも言える。ベルクソンの刑事上学は、 ドイツ圏のジンメル・リッケルとハイデガーらに影響を与えた。メルド・ポンティの身体論は、ベルクソンの物質と表彰の中間的存在としての、イマージュという概念に大きく影響を受けており、ベルクソンなしには成立しなかったであろうとされる。言語の問題に集中する構造主義思想に、ベルクソンの影響は見出されがたいが、メルド・ポンティとドゥルーズの哲学には、ベルクソンの影響が、 決定的である。ベルクソンの哲学は二度の悲惨な参加をもたらした戦後の雰囲気の中、サルトルらの実存主義が流行し大衆の共感を得るに伴い、その影響力を急速に減じていった。現象学のフランスへの導入も実存主義の時代を準備した。戦前にサルトルはレビナスの著作を通じて現象学を学んだ。現象学はサルトル。 メルド・ポンティに影響を与えたが、二人が誰の、どの時期のどの著作を読んで影響を受けたのかが、両者の存在論の違いを生んだ。メルド・ポンティは、フッサールの未完成功を含めた、好奇思想を読んでいた。フッサールの著作のうち、デカルト的政策は刊行後すぐに、レビナスらによってフランス語を訳された。戦後にはリクールが、イデインを節訳した。実存主義、構造主義の、 各思想に、現象学は広く影響を及ぼし、現象学と関わりの強い思想家には、サルトル、メルロポンティ、レビナス、リクール、ミシェル・アンリ、ジャン・フランソワ・アリオタール、ジャック・ゼリガなどがいる。また現象学は解釈学と密接であり、フランス解釈学の主導的人物は、リクールである。その後20世紀終盤に、現象学を神学と結びつける潮流が目立つようになり、 フランス現象学の神学的展開と呼ばれ、賛否両論がある。神学的展開に属するとされる思想家には、レビナス、アンリ、ジャンリュック・マリオン等が挙げられる。サルトルは無神論的実存主義者を辞任する。ここに、ベルクソンが影響を失い、実存主義が大衆の支持を得た理由がある。フランス実存主義のソ・サルトルは、主張。 存在と無代現象学的存在論の試みにおいて今まさに生きている自分自身の存在である実存を中心とする存在論を展開した。サルトルの思想は特に無心論的実存主義と呼ばれ自身の講演実存主義はヒューマニズムであるかにおいてプラトンアリストテレスに起源を有する本質存在が事実存在に先立つという伝統的 形自上学のテーゼを逆転して、実存は本質に先立つと主張し、人間は自由という刑に処せられていると述べた。もし、すべてが無であり、その無から一切の万物を創造した神が存在するならば、神は神自身が創造するものが何であるかをあらかじめわきまいているはずである。ならば、あらゆるものは現実に存在する前に、神によってその本質を決定されているということになる。 つまり、この場合、創造主である神が存在することが前提になっているので、本質が存在に先立つことになる。しかし、サルトルは、そのような一切を想像する神がいないのだとしたらどう、なるのか、と問う。創造の神が存在しないというならば、あらゆるものはその本質を決定されることがないまま、現実に存在してしまうことになる。この場合は、実存が、 本質に先立つことになり、これが人間の置かれている根本的な状況なのだとサルトルは主張するのである。サルトルにとって現象学によって把握される即時存在と退時存在の唐突で無根拠な関係は即時存在の憲鋭的な存在の根拠になっている。いずれにせよ、そこでは現象学に還元し得ない存在としての実存が問題にされている。 メルロ・ポンティは、後期、フッサールの生活世界に焦点を当てて、これを乗り越えようとした。彼は、知覚の現象学において、知覚、身体を中心に据えて、現影史の現象を分析し、自然主義と観念論を批判する。その前提となる、デカルト的なコギットにとって、私の身体は、世界の対象の一つであり、仮に、そのような前提が正しいとすれば、 私の意識が客観的にない足にかゆみを感じることはないはずである。彼はデカルト的伝統を受け継ぐサルトルのように、退治主体、即時客体を明確に二分することに誤りがあり、両者を不可分の融合的統一のうちに捉えられるべきであると主張する。主体でも客体でもあると同時に、主体でも客体でもない劣界の中心である、両義的な存在。 それが体である。生理的な反射でさえ生きた体が環境に対して有する全体的態度、意味の把握を伴うし、その全体性は決して私の反省的意識に還元し尽くされることはない。私と世界の間の体による関係は全体的な構造であるばかりでなく、時間的に発展する構造でもある。彼にとって即時存在と体治存在の対立は、 以上のような構造を有する、より一層深い媒介の所産なのである。このようなメルロ・ポンティの身体理論は、ジークムント・フロイトの精神分析思想と容易に結びつく。このような構造に関する理論が身体理論に適用されるだけでなく、これを超えて社会と個人の関係に拡張されるまでには、それほどの時間を要しなかった。メルロ・ポンティは構造主義の精神分析家、 ラガン、文化人類学者、レヴィストロースと交流があった。構造主義の先駆者とされる、ソシュール、構造主義の提唱者の一人、レヴィストロース、存在と無によって、一躍時代の長寿となったサルトルは、その後、弁償法的理性批判において、実存主義を、 マルクス主義の内部に包摂することによって、私的有意物論を再構成し、ヘーゲル・マルクス的な歴史主義とデカルト・フッサール的な人間主義との統合を主張するようになった。だが、その後、サルトルとクロード・レヴィストロースの論争をきっかけに、マルクスの上部構造、下部構造、生産力、生産関係といった構造的な諸概念が実体化されていること、また、 デカルト・フッサール的な近代的な主体をサルトルが思想の前提として実体視していることが批判されるようになり主体性や人間中心主義の諸前提を問い直す構造主義が台頭するようになった構造主義はソシュールの言語学の強い影響下にある構造主義の主要人物としてはレヴィストロース、ジャック・ラカン、ルイアル・チュセール、ミシェル・フーコー、ロランバルトなどが挙げられる 1966年、ストラスブール大学に橋を発した学生運動はフランス全土に拡大し、いわゆる5月革命が起こった。しかし、あろうことか本来労働者の側にあるはずのフランス共産党がストライキを抑え込み、当時の左翼文化人もこれを支持した。そのため、マルクス主義への民衆の幻滅を後押し、近代的な主体という概念を前提に、 積極的な政治参加を肯定したサルトルの実存主義も運命を共にすることとなった。5月革命の結果、左翼勢力が民衆の支持を失い、保守勢力による安定的な政治、ハイテクを背景にした大量消費社会の実現を準備した。そして実存主義、マルクス主義を批判してきた構造主義にも批判が生じ始める。構造主義は、 主体たる人間が無意識的に普遍的な構造に規定されていると主張し、現象の背後にある構造を分析することによって、あるシステムの内的文法を取り出すことができる。しかし、そこでは、各システムはそれに従って作用するため、あらゆるものが予想可能になり、偶然性や創造性といったものが排除されてしまう。つまり、構造主義には、構造を性的で普遍的なものとし、 異を排除する傾向があるのである。それに対して、いわゆるポスト構造主義者とされる者たちは、構造主義は、西洋中心のロゴス中心主義であるとして、意義を申し立てた。例えば、デリダによると、人間が言葉によって、世界の全てを構造化できるという発想自体、実存主義、マルクス主義と同様に、西欧掲示上学から抜け出せておらず、 構造主義によって、刑事条学を解体しようという試みも、また刑事条学に過ぎないと批判し、脱構築による階層的な二項対立を批評する。ミシェル・フーコーは、当初構造主義者と見られていたが、権力の構造を暴く研究を政治化させる思想傾向に転じ、ポスト構造主義者と見られるようになった。そのような状況下において、リオタールは、 ポストモダンの条件を表した。リオタールによれば、ポストモダンとは大きな物語の終焉である。つまり、マルクス主義のような壮大なイデオロギーの体系は終わり、高度情報化社会においては、メディアによる記号、象徴の大量消費が行われるのである。この考え方に添えば、ポストモダンとは民主主義と科学技術の発達による一つの帰結と言える。 このような文脈における大きな物語、近代イコールモダンに特有のあるいは少なくともそこにおいて顕著なものとなったものとして批判的に素性に挙げられたものがいくつかある。例えば自律的な理性的主体という理念、整合的で網羅的な体験性、その統質的な還元主義的な要素、道具的理性による世界の抽象的な客体化、中心、 終焉といった一面的な階層化などである。このように、ポストモダニズムは、合理的で、ヒエラルキー的な思考の態度に対する再考を中心としつつも、重点は、論者によって様々であった。したがって、ポストモダニズムの内容も、論者や文脈によって、相当異なり、明確な定義はないと言ってよい。しかし、それは、近代的な主体を可能とした、知、理性。 ロゴスといった西洋に伝統的な概念に対する意義を含む会議主義的、反基礎付け主義的な思想をないし政治的運動という大まかな特徴を持つということができる。従ってその意味では単なる学説、思想ではなくより実践的な意図をも包含するムーブメントと言えるのである。それは左翼な社会、大量消費社会において自由と協楽を享受しながらも 半権力、半権威である続けるための終わりない闘争なのである。バシュラール現代のフランスの科学的認識論は、エピステモロジーと呼ばれ、科学哲学と分野が一部共同している様相を示している。エピステモロジーは、科学史と哲学の密着な結びつきを重視するが、他方でイギリス経験論を拒否し、コント以来の実証主義的伝統を受け継ぐという特徴を有しているが、 科学哲学とは、その発展の歴史が異なるだけでなく、科学哲学が有する、総括的な意図、論争的な調子とは一線を画しているという、特徴も有している。エピステモロジーの哲学者には、ガストン・バシュラール、ジョルジュ・カン・ギレムなどがいる。ジュール・ラ・シュリエ、ジュール・ラ・ニョーラによって始められた、デカルトに橋を発するフランスの哲学的伝統の下、フランスススピリチュアリスムのメールド、 ヴィラン哲学の土壌にイマヌエル・カントの批判哲学を移植した哲学をフランス反省哲学という。反省とは論者によって微妙なニュアンスの違いがあるが常に精神をその作用及びその産出物において考察することをその方法論とし直感主義に意義を唱える。直感主義に組みさない点で反省哲学はスピリチュアリズムとは区別される。 生の哲学とは傾向をことにし独自の施策を深めた。フランスでも一般的知名度は低いが重要な流れであるという。ほとんど世に知られていなかった思想家ジャンナ・ベールの移行観光に尽力したポール・リクールなどがその伝統を引き継いでいる。トマスの思想は近代的認識論の成立により急速に衰え始めたが、 19世紀になると、シントマス主義の存在論として復活した。シントマス主義には、人格が見たる神が存在するという神学的な立場を前提に、トマスの哲学を研究しようとするもの、そして、そのような立場については、判断を留保し、現代的な哲学、科学の成果を取り入れ、修正すべき点は修正した上で、トマス哲学を研究しようとするものの二つに大きく、 分かれる。特に論争となっている点は、カントによる批判哲学、認識論の研究成果については、エティエンヌ・ジルソンのように、存在論に対する認識論的優位を認めてしまうと、結局は観念論に行き着いてしまうことからする消極的な立場と、むしろトマスの哲学には、認識論的に示唆に富む記述が多いとして、フランス反省哲学のように、これを、 現代的に修正していこうとする立場がある。もっとも、前者の立場といえども哲学はあくまでも理性に基づくものであり、神と魂の存在という共通の信念を持っているとしても、神学とは区別され、その限りで、キリスト教的哲学というものも存在するというので、ある。ありがとうございます。